おいしょ。はい、どうもどうも、ゆいのです。あ、そう、昨日、そうだ、何を話そうと思って、これですよ。昨日の夜、なんかガタッっていきなり揺れたっていうか、なんか音が鳴ったというか、もうとにかく怖いことが起きて、一瞬家の前を大きなトラックが通ったのか、なんか一瞬の地震だったのかわからないんですけど、とりあえずすごい怖いことが、怖い現象が起きて、もう一瞬でなんか何を持って逃げようってすごい考えたんですけど、まずアキラとブルーザーは絶対だし、でもブルーザーのご飯とかなんかいろいろ考えなくちゃいけないし、自分もやっぱり電話と財布は持ってった方がいいのかなとかいろいろあるし、あと食べ物もなくちゃいけないし、やっぱそれは缶詰がいいのかなとか、すごいなんかこのもう何秒かの間にものすごい頭をフル回転させていろいろ考えたんですけど、まあ結局トラックも通ってないんで、まあ多分地震ですね。怖いから地震ってことにしないと。はい、そうです。ああ、だからね、いざ逃げるとなると慌てるんで、やっぱりいつ来てもいいように、もうリュックサックにまとめてお水とか食べ物はまとめといた方がいいと思いますね。うん、なんでもう二度とガタってならないように、気をつけてはいないよな。まあ二度と地震が来ないような平和な世界が作れるといいですね。